今回はおやつ食べます。ピカールっていうお店にあった食いしん坊のミニエクレア。食いしん坊ってめっちゃ食い人。そう、食い人。味がね、ピスタチオ、フランボワーズ、チョコレート、レモンメレンゲの4種類です。じゃあ出していきます。はい。映っちゃってる。あ、ちょっと映ってた今。食べます。どう？おいしい？もう食べてみようかな。いいよ。もうね、ピスタチオ食べたい。もうおいしいのか。今日何の夢見た？今日何見たかな、もう覚えてない。キキはプール入った夢。あ、そうなの。みんな不思議な夢、わけわかんない言葉の国とか。ママ、ピスタチオ美味しかった。ピスタチオ美味しかった。食べます。はい。うん、なんかピンクだ。どう？あれ？ちょっと苦手かな。どうした、キキ？美味しいのかな。もらおうか、ママ。あ、美味しいんだ。まずいピスタチオ。え？これ食べる。レモンうまいよ。レモンどんな味した？食べてみて。ちょっと酸っぱい。食べてみて。酸っぱいけど美味しい。結構後からね、レモンの味がくるよ。ピスタチオ食べますかな。酸っぱい、酸っぱい。ちょっと待っててください。キキも映りますので。はいはい。で、あとフランボワーズ。派手な味。さっきのレモンの味が強烈だから、何味かよくわかんない。ライチが入ってるんだよね。これもちょっと酸っぱいね。ピスタチオのこの上は美味しいんだよ。あ、そうなんだ。あ、オレンジパールシュガーだって。砂糖なんだ、上のやつ。なんか美味しいんだね。チーズかと思ってた、上。ちっちゃま飛びますので。また消えたよ。冷蔵庫って。何してんの。かけるチーズ食べなかった。いただき。あんまりピスタチオって感じがしないんだけど。え、ね、牛乳みたいだ。うん、なんかミルクっぽい。ごちそうさま。食いしん坊ミニエクレアどうでしたか？チョコレートしか美味しくなかった。キキは？これとか、うん、パーポーのやつ美味しかった。あとチョコレート。ママはレモンが美味しかったな。ちょっと酸っぱかったけど。食べる。食べる。じゃあね、でも食べます。もういいよ、ごちそうさまして。食べる。いいですか？うん。何年待て
てばいいの？50年待ったらママ超シワシワのババアになってるよ。キキも50年食べてる間におばさんになってるよ。せーの、ごちそうさまでした。また見てね、バイバーイ。